第39期豊泉 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説には藤崎聡プロにお越しいただいております。藤崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第39期豊泉 A1 リーグ第8節 B 卓4回戦東杯の開始です。武見智武正治の合図で4回戦が開始されました。4回戦の中車から勝俣、藤島、吉田、杉浦の並びです。本局ドラは初、親番は勝俣です。座布団がこいつ、キャンパーツも豊富にあります。一メンツ、これは後輩会、ドラは初ですね。トーンは割れている、これは今から出ない。竜は誰も持ってない、ない。さあ、ここまで、藤島が宅内トップでプラス31、はい、そこまで動いてはないですね。動いてはいないからね、うん、まあちょっとね、ただしちょっと沈んでますけど、はい、ただやっぱ勘助だよね。杉浦がここで耐えられるかどうかですね。ねえ、ちょっとね、今日だけじゃないんでね、はい、やっぱあの3日後のことも考えるとね、ちなみにその3日後ですけれども、前田、黒沢、勝俣、お、勝ちゃんも連続なんですね。勝俣もそうですね、うん、ってことは勝俣プロも今日は勝って終わりたいね。そうですね、でね、少しでもいいのでプラスで、まあ、つなげたい。少しでもね、次節気楽に打てるようにね、うん、はい。さあ、吉田も両面ターツが増えてきます。杉浦はチャンタのいいシャンテン、ここは決めていく。トーンは絞りますね。勝俣ドラを引いていますから、ダブトンドラドラなんていうのも見えてきました。イーソーとキューマンはなんかありそうな、あれよ、誰も持ってないんじゃないですか。はい、イーソー3枚、キューマン3枚、お、イーソーここに来ました。イーソーがあと2枚、順調の変化は見ません。チュンが重なって、もうウーピンからトーン打ちませんね。藤島と杉浦がトーンをなかなか打ちません。うん、ただしもいいじゃんて、はい。さあ、勝った白はドラ表に1枚だけ、チーピン引いていよいよ飛んだ。これはポン、ドラ切りか、あ、いやいや、ごめんなさい、ペイ切りでした、失礼しました。うん、ドラ切りもね、勝俣プロならありそうですけどね、はい、もう誰にも泣かれない時に限ってよく流派切るよね、あそこからね。そうですね。お、ここは受けたぞ。うわ、行きづらいね。今テンパれば行くでしょうけどね。あ、でもこれでだいぶ行きやすくなりましたね。ドラが見えましたね、うん、3ピン当たり牌だ。いや、打っておかしくないな。あ、本一じゃなさそうだし、当たっても日球だからね。はい、うん、ここは藤島3ピン打ち出しますが、勝俣が捉えます。ダブトンで2900。当たっても日球だと思うか、日球に対して相当危ないと思うか、はい、どうせ分岐点な感じなんで、今日は藤島調子いいからね、腕振るべきだと思うんで、はい、今の方丈はいいんじゃないですか。通ればね、自信がまた勝機があると、うん、ドラリアンソーレスト1曲1本だ、はい、ただしはね、調子悪いからこの3ピンもやめとこうかなとか、さっき9番でやめましたけどね。そうですね、あっさりやめましたからね。わかりますけどね、うん、調子いい時はとりあえずロンと言われてから考えるでいいと思うんですけどね、はい。トンとシャーガとイツ、
ドラが1枚あります。またもドラ受けがありますよ。これはこうハイパイヤンメン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 スリアンシャンテン。換算ピンのターツを払っていく。パーピンがアンコは嬉しいシャンテンだ。スーピンリアンソーと引けばもう3900ゴール。本当だ、リアンソーが2枚。イーピンウーソーと引くと1000オールです。ずいぶん違いますね。せめて真ん中取って2000オールぐらい欲しいね。間を取れば2000オールありますから。2000オールは大きいもんね。はい、イースピンよく見えるからドラ引きたいですか。ドラ引いちゃえばね、確実に2000オール以上ですから。まあ、スーピン引いてもそうですけどね。スーピン引いてもそうですね。ドラ3枚やばだもんね。ドラ2枚ですかね。2枚か、はい、いきましたよ。まず第1段階クリア。イースピンめちゃめちゃよく見える。実際ただ1の方が強すぎるね。1は強い。1が4枚と4が2枚。 6山は厳しいね。はい、いや、2000オールか3級オールか、もしくはパーピンを安冠しての4000オールっていうのもあるかもしれない。十分難しいところにチャレンジしてくるね。今日上がってますからリンシャン解放。なるほどね。でもほら、あの M リーグで9山田がなんか上がれなかった人でしょ、はい、まあそういうところはありますか。はあるよね、なんかたまに見るよね、はい。降りていく。もうこれは時間の問題です、間違いない。さすがに6枚あれば大丈夫。でも4対2って考えるとね、2の方も結構あるもんね、はい、結構ありますね。まあ上がる積もること前提で喋ってますけど、はい、2000オールはね大きいですよ、十分。ってことは E ピンなの？え、スーピンってことはない？いやいや、ですね、これは意外とスーピンの方を僕はなんか見るよね、はい、よくあるよね、支持したいと思います。かパーピンやアンカンの E ピン、どうですか。それが一番ちょっとハードル高い、いや高いと思いますよ。スーピンあと1枚、さすがに E ピンかな。じゃあリアンピンが30枚まで 2,3 枚切れてますからね、はい、これ勝又プロの目から見ると誰か E ピンアンコンにしか見えないよね。もう見えちゃってそう。まあ、実は山が観光ってるんですけどね。そうです、現状ワンパイ、ワンパイじゃないわ、山が4枚持っている。もう一人天敗以上は濃厚というような状況ですけど、あれだんだん解説のテンションが、あ、いや MC のテンションが下がってるんですか。いや、僕は信じてますから。ああ、そうですか。いつもかパーピンアンカンの E ピンです。それはあの勝又プロも誰か E ピンアンコだと思ってると思うんで、はい、一人転売十分だと思うかもしれないですけど、後で帰ってタイムシフト見たら切れるよ、はい。オーラーオーラーね、藤崎さん。あら、こういうのはね、あら、いそ う, う、ね、いそう。これ E ピンだったら藤崎さん僕を一生敬語で。ああ、わかりました。すいません、ここまではダメでした。いやー、見る目あるんですけどね、パーピンアンカンまでは、ね、パーピンアンカンより E ピン積もるがよっぽど簡単なんですけど ね、はい。これで E ピン積もは、2600オール。どうしたなんかまだ1枚も出てきません。1枚も出てきてないです。持ってないですよね、誰も。俺も持ってない。持ってないですよね。あれ古橋が持ってるとか持ってないですよ。ないない、そろそろいるんじゃない。いない。もう勝又絶対。あ、1枚、吉田のところに1枚いった。まだ4枚ありますよ。つながってそうだよね。はい、どうだ。はい、失礼しました。いや、あと2回背底か、なるほど、2回しか積まない。背底でEピンがあるんですね、わかりました。背底数ピンでも一緒。背底数ピン一緒ですね。一緒だね、4000オール。
現物ないけど数万ぐらいですか。何になりました。わあ、数ピンなくなった。あと3枚3枚、いいピンが3枚。勝又の残り積むは2回いたー。テンパネもしました。2600ホールは2700ホールね、かっちゃんは積もると思ってなかったでしょうねそうですね、もうダメだと思ってたかもしれないです、うん、まあ一人テンパネならしゃあねえかぐらい思ってたら、はい、ああいたって感じでしょうね。これは嬉しいですよ。まあ、まさかあそこまで来て山があんこってるとは思わないでしょうからね。さあ勝又日本馬です。ドラはローピン、なんか良さそう。ドラが欲しいですね。ローピンお願いします。はい、いやでもいいんじゃないですか。なんかね、でもドラとか引いてきてくれないとなんか一色手とか行きたくなっちゃいそうだからね。そうするとスピードは大幅にダウンだ、はい、吉田はもう想像の本一しか見ていない。丸見えですね、あれは3万引いちゃったらもったいないだろうとかねはい、そうです。トンとチュンですね。トンチュン誰も持ってない。誰も持ってないことがいいことか悪いことかちょっと分かんないですけどね。杉浦も両面が増えてきましたがまだ自敗が重たい。ドラじゃないですか。違いました。本当に一応って感じの一三点ですか。そっかそっか、スチマがもう目に見えて弱いんだ。そんなに2枚切られちゃったんですね。わあすごいすごいすごい、これは嬉しい。ただスチマのリード目はさすが、おいくら親でも行きづらいってことですか。相当これだってもリャウマ1枚ずつ切れててね、リャウマしか有効な手代わりがないよね。どうせねローマンとか引いても、まあ、3アンコにはしないでしょうから1万ですもんね。どっちにしてもローマン引いて3万切って数アンコまではちょっとね、親で手間かかりすぎだもんね。はい、どうするんですかね。行かないね。でも何かを狙ってるってことだよね。ドラ引きとかはテンパ外すんですかね。スーマ打たれます。外しそうだね。こうなるとね、こうなると外しそう。こうなるともう相当価値がないもんね、はい、テンパにね。むずいね、うん、これはローマン引きはつもりさんアンコで行きそうだね。もうこうなったら行っちゃいますね、つもりさんアンコで。3万は2枚切れてるからダメだもんね。はい、うん、勘付けが勝つは藤島ポンです。シャンテン吉田のトンチュンは どこに行ったんだ。チュンが来ました。うわもう想像しか来ないもんね。これで外すのはない。リーチ行ったか。おおベンチマン、数万目に見えてないんですね。もう我慢できんと。ヤバさんです。バーンと。さあ荒ぶっている吉田が荒ぶったぞ。まあ一応いいシャンペンですからね。 C かな、 C してイーピンが現物です。本当に想像しか来ないね。本当ですね。ここは冷静になってシャアですか。おお、シャア切りたいけどなんかつもぎでリーチだから嫌なんじゃないか。じゃあね、シャンポン部分が強いですからね。これはチーマン、チーマン、あ杉浦に行きましたが、
これはさ、いくら藤島でも全部はいかなそうですけどね。さ、吉田が急に冷静になってる。パーピンをあれだけバンと打ったのに。あ、杉浦が吸収。いやー、これは3ピンだな。しょうがない。これはしょうがない。まあ最終でだし、いいピンなんでね、はい、リーチにも嫌だし、藤島にも嫌なんでしょうけど。サブローソーでもありますか。ワンチャンスですよね、サブローソーは。3ピン切らないとかあるのこれ。うわー、すごっ。降りたんですけど。嘘でしょ。降りたんですけど。これ吉田正ですよね。チーマンツもリーチツも1300は1500オール。あの一発目のパーピンは何だったんですか。あれ何ですか。高め満貫のテンパイだよね今ね。そうですよ。安め5200ですよ。いやすごい。というと藤島に対してなのかな。そうね。勝俣プロに対してはまだいっぱい筋も残ってたし、しかも積もりリーチだと両面とは限らないしね。ドラも見えてなかったですよね。そうか、藤島に対して三分で行って高いパターンがあるという判断ですね。えぐいね。岩？岩です。そう。前田が乗り移った。さあ、今回は吉田後輩パイです。杉浦もいい。勝又もドラが統一なんですね。ドラがあんこなんですね。あんこなんですね。なんだこれは。やばいぞ。いやでも速度はいい勝負ですよ。吉田も杉浦も勝又も。勝っちゃんの今のつもぎりリーチのタイミングは何だったんだろう ねえ。そして積もるんですね。まあまあ積もるのはね、はい、山に2枚積もりましたから不思議はないんですけど、はい、だってなんやっぱドラ引いてから1回崩すとかだったのかな。それは大きそうでしたね。うわ嬉しくね。まだローマンビッからちょっと高くする手を狙ってますね、はい、砂漠だけなら微妙ですけど、なんか若干パーマの方が良さそうな気がするもんな。そうですね、はい。まあ、清間引きでね、役割転廃になるというメリットはありますけど、これでマピンの転廃、まあこれはしょうがないよね。パピン待ち。でも勝又が来るぞ。イーシャンテン、ドランコのイーシャンテン。吉田もいいんですよ。ああ、初あんこにして2目上がっていく。これも打点十分だもんね。ドラ1あります。来ちゃうぞ、来てしまうぞ。3万チ手堅い、手堅くいく吉田。これは吉田じゃない。違うね。はい、吉田はこんなのも漫画にしなきゃしょうがないうちですから、俺を手堅くね C して2000点でここは妥協と。あ、でもこのウーピンが杉浦の上がりです。2000は1900。3ピン打たずからこの3万チーね。今日はね、本当に2回戦ぐらいからこういう戦い方をしようっていうのが見えてますね、吉田は。なんか今日の勝ちはもう諦めて、はい、傷をね、今日はノーチャンスだろうと。だったら傷を深めないように終わりましょうと、はい。またダブトン統一。今日親にダブトン統一のハイパイが非常に多い。ただあっさりダブトン切る人は今のところ一人もいないですね。なんか大ちゃんにダブトンみたいな手配なんですけど、なんかみんな切らないんですよ。勝又プロとかしょっちゅう切ってるんだけど、はい、泣かれるときは切ってないんだよね。切ってないです。何が見えてるんですかね。夏の風物詩みたいなのが見えてるのかな。
今日もね、今日もじゃない、沢崎さんも泣かれるときは切らないんだよっていうふうにね、ちょっと何言ってるか、何言ってるか分からないですけど、はい、はいとしか言いようがないですけど、なるほど、どうやってって聞けばよかったじゃないですか。なんかね、いや、聞いたと思うんですよ、なんかちょこ、そういう、やっぱり調子とかを見極めて。でもなんか、沢崎さんはなんか、どっちかというと、俺とは逆ですよね、言うことが多分ね。はい、親が調子いい時は来ちゃダメなんだとか多分言いますよね、確かね。あ、なんかそっちのお話だった気がします。うん、俺は逆だもんね、調子いい時はもう面前でやられた方が鬱陶しいから、はい、先に切って流れでもいいやと泣いてみたいな、泣けば打点に限度はあるでしょうみたいなね、はい、ただちょっとダブとも話が違う言いますけど ね、だからよくあれですよね、あの瀬戸駒さんが調子いい時はみんなして必ずあの厄介の方から来てきますよね、昔ね、泣いてほしいということですね。泣かれてもいいと。泣いた方が怖くないし、うん、しかも裁きたい人で泣きたい人がなるほどなるほどいるだろうからっていうんで、はい、まあ、一石二鳥みたいな感じでね、白髪ジョンから大体来ていってますね、はい、で全員でそれをやるから、まあ、大変だったろうね、クマちゃんもね、なんか全員にマークされてるようなもんですからね、大人のいじめみたいなやつじゃないですか、もうね。まあまあそれくらい強それくらい強かったからね。それぐらいマークされてたということですよね。はい、さあ、ドラのローピンを持ってきました杉浦。3000-6000チャンスは？ローピンはありますよ。一枚あるね。白吉田は動きません。ああ、藤島もね、上がるためには絶対。ああ。はい、上がるために絶対必要なわけじゃないけどローピン欲しかったね。そうですね、欲しい、めちゃめちゃ欲しいです。ドラだわ、三色の種だわね、はい、でね、トンがもちもち、勝又が止めてる間にもちもちになってますから、これはもう勘助もチートに決めた感じだから上がりないもんね、はい、で吉田だけ白バックだ、白1枚目をスルーした後にドラが重なりました。うん、ただだいぶ単葉ではないね。だいぶ単葉、だいぶね、チュンチャンパイが切られています。白が一枚山にある。ただまだね、白初トンと残ってるから、はい、全部は止められないもんね、みんなもね、どこにあるかですね。藤島のところに来ればおそらくは切ってもらえそうだが、さあ、イシャンテン、でもドタカメのローピンはないんです。でトンもないんです。でも3ピンが2枚いるしね。3ピンが2枚、はい、チーソーがない。あれ、スーソー3枚入れじゃん。あれ、結構テンパイ難しいんじゃないですか。まあ3ピンが2枚あるんでね、うん、またがカンチーマンを打ちして、こちらはトンバック、ああ3ピン引いた、リーチですか。いやー、どっちもあるね、リーチって言って降りてくれればいいけど、まっすぐ来られたらリーチはない、はい、この上なく寒いね。はい、なんか聞きたいぐらいだよね。ええ、今俺リーチって言ったらみんなどうする来るみたいな、なんか全員降りそうだけどね、リーチって言われたら。おお、8枚目のスーソー積もりました。500オール、うん、今日はね、いろいろ変化球投げるけど、ただしは何やってもうまくいかないね。野球のピッチャーみたいだね、ただね、はい、ストレートが走ってこその変化球みたいなね。ただあの、ただしの場合ストレート走ってるときは変化球投げませんから、はい、ストレート1本で勝負だからね。165キロの、ね、
そこはあの俺と違ってね、俺はあの120キロの剛速球で勝負するんでね。まあ打たれるよね、はいはい、ああ、また白眼庫藤島もいいですね、単野を。よくないじゃない。よくないですか。一応単野なんでドラム1枚あるしメンツはないか。形決まらないからね、なかなかすんなりとした形は持てないと思う。ただあそこからでもね仕掛けていけるのが藤島だもんね。はい、そっか、ドラが三品なのか。ドラが三品です。まっすぐ本質っていうのはやりづらいんだね、うん、なんかみんなツモ次第って感じ。そうですね、悪くはないんですけど、でも特別いいって感じではないよって感じ、うん、ああでも本質強く見ましたね。か、まあドラの周りを引いた時と、ヤンキンのボンから入りました。ドラ表からすごいよね、こっから泣いていけるのがやっぱね強いですよね、はい、泣いたことない、ね、泣いたことない、はい、上がれば優勝のタイトル戦の決勝でも泣かないもんドラ食い取ったんですけどすごいね、はい、藤島流だよね。古川さんだって泣かないよ、あの両方、ね、ちょっと受けが弱すぎるからね、安全度をキープできなさそうだから、はい、いい判定になってるんですけど、手が進みますね。これドラ使えるようになった。リャンピンがポン。ただドラ切るってわけにいかないでしょうからね。藤島はシャンポンとリャンカンのいい射程です。風装地層はあるもんね、まだ2枚ずつあるもんね、はい、3ピンも1枚あるの。3ピン1枚ありますね。パーモンも1枚あるもんね。うん、なんとかできそうな選手が、まあ杉浦本一が伸びれば、しかもちょっとね、あまりに中ジャンパイにあふれたんでね、はい、打たない、打ちません。うわー、3ピン引いた、感じそうだ。これ意外と単葉に見えないと思うんだよな。なるほど、自敗とかにケアがいってる間に、あれだけ中ジャンパイね、バラ切りしてますからね。ただ相当警戒は入ってそうですね。チーソーは山に2枚。いやこれピンピンロック決めたらすごいね。いやね、2900の仕掛けですからね、そもそもは。そもそもプレッシャーかけにいってるだけみたいな仕掛けですからね、はい、いやこういう伸び方は怖いよ。大丈夫。うん、確かに。あ、もう完全に結構受けてるっぽいですけどね、杉浦は。もうなんか完全に受けた感じですね。となると大和の勝負か藤島。最後は数層ですからね、やっぱ想像はかなり警戒、そうね、しますよね。勘違層もだいぶ読み筋には入りますよね。
で、まあみんな厄介は目に見えて切りづらいからね、はい、そうするともうみんな勝負いけないもんね、いかないですね。もうチーソーもあと1枚になりました。1枚上がれるかどうか藤島、出上がりはもう期待できません。 次がラストツモですか。ラストツモ、はい、惜しい。まあパーソンの方が安全に見えますか。ローソンのおちゃんさんもね、そうですね、ローソンのおちゃんす吉田にまあ泣かれないのはパーソンの方なのか。9層も4枚見えですから、カンパー層もないウッパー層もない短期しかない。まあただね、ただしの流派も手から切ってきてるしね、合わせ打ちでね、ほとんど誰も連覇ってなさそうですよね。背底にありました。石間一人転敗で流局、見事なもんですね。これ上がってたらね、はい、俺には一生上がれないまあそうですね、でしたけどね、はい、あと2曲2本が藤島の連チャンです。ドラはロマ、うん、ドラドラですよ。シャーガンコ、うん、いいところ引く。今日はなんかね、やっぱり藤島がいい感じでいけてる感じしますよね、はい、うんうん、今の関数ピン大きいね。関助の関数ピンですね。あー、こっちの方が大きいんじゃないですか確かにこれは嬉しすぎ。カンスケとタダシにチャンスがないもんね、あんまりね。ないですね。今回も藤島ですよ。4000オールが。1枚引いた時にどうするか。まあリーチいきそうですけどね。まあどちらかというとね、1回の上がりどのこのじゃなくて、はい、上がりを積み重ねていくタイプなので。曲がり逃ししないことが大事っていう打ち方ですよね、はい、できればねドラが出ていかない形で当然ねリーチに行きたい。ただウッパーマが4枚見えてるんで、イースーソー引いた時にどうするかですね。サブローマンでリーチもありますか。あると思いますね。むしろそっちの方が自然なような気しますけどね。ウッパーマンでダマか、サブローマンでリーチかだと思うんですけど、あ、はい、あ、さあ笠田さん3万引いて高め3色でリーチ。なんかいつの間にか3色になってたね。いや嘘、やばい、順からだこれ。あ、嘘、1枚あった。嘘、ワンカン勝又でも高めしかなくなったからちょっと複雑な気分です。うわ、ただ親絶対に降りないでしょうからね。はい、あれ三蔵残ってるよ。でも今日の藤島三蔵とか引かないか。いやー、確かにありますね、三蔵引き。いやでも今日の藤島大丈夫でしょう。何枚あるんですか。1枚か。1枚はなかなか引けないですよね。ウーマン引いてシャー切って追っかけリーチか。うわ、また 1,2,3 めっちゃありそう。なんかこういうめくりっこでね補充することはあっても、なんか今日の藤島三蔵引いてリアンゾ打つとかはほとんどなさそうだよね、イメージね。はい、4対1勝又ピン一発。うわ、藤島の上がりは1万1600、リーチピン風ドラドラ1万2200です。強し、強い、勝
勝俣が浮いてた分全部藤島が持ってきました。根こそぎ持ってきました。根こそぎ健次郎ですね。根こそぎ健次郎です。はい、あれなんかやばいんですけど。やばい、課金した、課金してます。これは間違いなく。あ、ドイツはパーピンからだ。トラチーピンですよ。まあでも本質も好きだからね、はい、ってことかな、うんうんうん、この辺がね、あの同じく上がりの足を絶対しないように調子いい時はね、はい、打つ瀬戸駒さんとだいぶ違いますよね。だからなんか前に出ること自体の方が大事ってことかな、はい、瀬戸駒さんはどっちかというとリーチって言えることが大事みたいな打ち方しますけど、藤島の場合はね、もう倒れるなら前にっていうのがこの調子いい時は大事ってことですよね。ただ痛いね、パーピンね。パーピンは痛いです。めちゃめちゃ痛いですよ。ピンク三色馬であるもんね、はい、どうしたんだろう、珍しいな、パーピンは。うん、確かに一番くっつきづらいチュンチャンパイではありましたけどね。慣れない絶好調でちょっと緊張しちゃったのかな。さあ吉田パーマンチーでマンズの一色だ。入ってる、なんてこった。マンズの一色、あれ一通じゃないの。一通で終わっちゃう可能性もありそう。あら、おっできたよ、ますよ。一通できた、一通完成しましたね。一通完成してるんだけどまだリアンシャンテン、はい、ウーマンも打つか、もうついでにドラの崩壊。いいシャンテン、一通のいいシャンテン。お、いつ間に合う、ドラ間に合ったね。ドラ間に合いました、本当だ。ウーマン3万一応いいシャンテンだけど、ね、ああさすがになって感じですか。ローマンを引き戻しました。スッチマンは振り手じゃないですね。うん、ただ三万の方が嫌ですよね、多分ね。確かに。一通がある分ね。はい、ヤンマンが余っている。これは結構ね。切りづらいんじゃないか。うーん、今のはどっちがいいんですかね。空切りの方がいいかもしれないですね。あ、なるほど、わかんないですけどね。空切りの方がなんか一色手っぽく見えるような気はするんですけどね。まあ、つもぎられたから一色手じゃないでしょうってわけではないですけど、決してね、まあ、でもここに3万ぶつけていけるのが藤島のような気はしますけどね。一旦3万短期、次マンズ引いてきた時ですね、藤島は。何一番切りたくないって言ったら3万だね、多分。その次はいいもんかな。
からパーピンが出てきた。これで、うん、3万打てそうですね。これで1、2、3がなんかできてて、ジャントだったバイト、チーピンのシャンポンだね。なるほど。順当に読むとね、6球ピンだったんでしょうってことですよね。ないですもんね、道中で。あ、想像でやめた。藤島が想像の一色で余ってるなと言いそうが最後出てますから。あ、なるほど。でも3万も打てると、まあ、勝俣プロに合わせた形ですね。うん、ね、これはだいぶ降りたように見えますね。あの吉田プロの方はね、はい、そう見えますね。あ、かっちゃんテンパってるじゃん。嘘短期、これは振り点じゃないな。ただ今チーマン通ってるから、チーマンは今も一枚ある、ウーソーも一枚ある、ね、あ、ウーソーはないですね。ウーソーありました。 あったね。これ打っちゃうかもしれない。パーソー切るんじゃないですか。そうか、勝俣の点ですもんね。あれ、勝俣プロ最後想像持ってきたらどうするんだろうね。大丈夫でした。藤島、勝俣の2人転敗です。なんか正しからすると精一杯のことやったような気はしないでもないですね。ほぼ藤島の上がりは阻止しましたよね。はい、さあ藤島連ちゃん4本場、ドラはいいそう。ドラミ3つがある。2つありますね。いいじゃないですか。吉田は役役統一。ドラ1枚。次、裏も3つ。なんかまたきつい。先手取れそうです。さあ、ただしがまだだいぶ暴れそうですけど、うん、あ、ドラチャンスを切ったらドラ、あ、そしてドラ切られたらドラ、なんてこったい。しかももうポンできないと。はい、なんかチャンタになるかもとかそういうのは一切いらないんですね、やっぱね。うん、とにかく天敗を逃すことだけが悪みたいなね、はい、そんな感じの打ち方ですよね。藤島ですね。うん、難しい。まあ、3万が2枚切れたってことですか。カンスケもね、お出かけしてさばきに行こうと思えば行けるんだけど、そういうタイプじゃないからね。さあ、トンがかかったぞ。4と1。ポンポンポンロン。ポンポンポンロンです。ポポポロ。でも勝俣が打たないんじゃないか、これ。トンもチュンも。これはチートになってくんないと厳しいね。ドラのいい層をやっぱり一番一巡前に合わせてる藤島がね、はい、大したもんだよね。そうですね、まあ、間に合ったのはギリギリたまたまなんでしょうけどね、つむぎてないと間に合わないですからね。引かない。現状は出たら全部ポンだもんね。そう見えますね。いい3点になってどうかぐらいですよね。
チュン、ポーン。余らせましたね、チーソー。あ、これで三増から先に引いてくるとドラ1枚離すけど天敗いける可能性あるね、はい。まあただ普通次に何引いても連増切りそうだもんな。あ、ただリャンゾ2人にゲームしたから持ちやすいですか。あ、3増引きましたよ。お、これでサブロスから先に引けば引ければ上がりある。ただ白1枚トンが、これ杉浦もトンパク持っちゃうと打たないでしょうからね。勝俣プロはトンチュンだもんね。あ、チュンは安全牌だ。取ってないですよ。あ、回った。そっかそっか、もう地層余ってる形なんですね。地層余った後にあのシャアが余ってますから。うん、展開濃厚に見えそう。だいぶね。ってことはこれでサブロッソ引けば上がりまである。なんとかありますね。ね、まあ先に白引いちゃったらシャンポンだもんね。引いたらどうですかね。サブロスにするかもしれないですよ。そう、ヤクヤクヤク本密度羽まんまでですもんね。荒ぶってる、すごい荒ぶってる。マンガンか羽まんどっちにするかですよね。うーん、あー白なくなった。天敗までかな。3枚ありますか、サブロース。パースは？パースは大丈夫だな。酸素引いた。ですが吉田の一人天敗でパーソーは何で打てるんですかね。うん、ノーチャンスじゃないもんね。ノーチャンスじゃないんですよ。ワンチャンスですもんね。誰かピン、はい、ピンズで嫌な人いたのかな。うん、まあ、なんとトン南白はね打てないんですけど、ピンズが藤島にも通ってないからっていうことか。吉田の一人天敗です。流れて5本場になります。5本場吉田の名番です、はい。ドラはチーマン、またダブトン統一。てかすごいハイパーいいぞ。うん、なければ天敗は簡単にいけそうだけど、もう一声って感じですか。はい、ドラがないですからね。チュンとペイが統一、マンズが多いです。ドラチーマンですしね、本一に行きたい。誰も持ってないんでアンコにするのが手っ取り早いですか。ダブトンですか。うん、はい、
リーチ座布団魅力だもんね、うん、スーソーがんこになりました。イーシャンテントンあんこ魅力ですね。いや魅力です。シャンポンでもいいですよ。シャンポンでもリーチでしょうけど3万数万引きは嬉しくないのかな。嬉しくないです。いや3万引いたらどうすんだろう。渋り、いや渋りじゃないですかしょうがないですよ。渋だよっていう、はい、さあロビンが切られていく。んこれは初の後付けですね。3色じゃん。3色か。3色と初の後付け。ああ3万いらない打法。うん、すごいね。親だからね、はい、渋りも全然ありだと思います、うわまたドラ引っ込んでた。さあ杉浦も中央ポンして本一には行きませんでした、うん、まあまだ当たりがありますが、なんか久しぶりに参加できてる感じですね。うん、おおローピンチ3枚目でした。サブローピン4枚目じゃ、あ4枚目か、本当だ。今日はこれぐらいじゃないと上がれないんじゃないかと。支部だよと、ドラがあんこになっとるんですけど何ですかあれは。ズーリー流派は誰も持ってないですよ。あこれさすがにでも関西が強いのかな。リャンウピン、リャンウピンは強いように見えるが、でもトーンがねどっかでひょっこりとあれば、うん、吉田の上がりですし、初がひょっこりあれば藤島一応まだ3色見るのかな。見てますね。勝俣も参戦、勝俣健二参戦、イーシャンテンパーピンチですよねさあひょっこり初がいれば満貫ですよ。藤島ひょっこりトンがあれば吉田の上がりでも杉浦でした。順で3、はい、300、500、800、1000。トモは最後まで出てこないもんね。出てこないです。まあ今日の正しは厳しいでしょうね。うん、まあでもねそんなに負けてるわけじゃないんで、ええ、抑えてますよね。いやここ受けば全然ね10ポイント台のマイナスとかで抑えれそうですから。まあ浮かないでしょ。浮かない、だって上がれないんだもん、ええ、浮かないと踏んでそうですけど、うん、いいなハイパイが。お珍しく関助にチャンスが来た。これはいい数とか本一とか見たいけどドラが嘘か。まあでもさすがに本一見ないってわけにいかないよね。吉島は悪い、吉田はドラ次第ですね。二メンツありますけどね、二メンツある割にはお世辞にもいいって感じではないね。まあ、お休みかな。うん、ただね働き者だからね休まないかもしれない。うん、休日出勤してくるかもしれないよね。うん、急がんこになってちょっと出勤したくなってきますね。あー引いたぞ、ドラ引いた。見違えるような手になりました。ただ完了ピンチ前しかないからね。先輩イスソー引く前になんかマンズにくっつけたい。でも杉浦から出るかもしれない。
すぐリーチいければ。あ、そうね。波いっぱいになる。でも今にも処理しそう。一番右に置いている。んー、ダメ。んトーンは勝俣がポンです。いいジャンテンですけど、2枚切れの、切れのペン3番ネックですか、はい。ここでランピン、まだ出ない。さあ、吉田は超高速つもぎりモードに入っております。あ、イースー層が薄いんだね、これ。1枚、え、順からなんですけど、イースー層ウーソーとサンド全部あるよ。じゃあ、ランピンから入らない方がいいですね。本当だ。てか、ランピンから入る、ランピン1枚だしね。はい、シャンパンの方は4枚いるから、シャンパンの方から入りそうですけどね。入りそうじゃない。ただドランコになった時にね、果たして管理ランピンでいいのかっていう気持ちには若干なるけどね。バーンと、いい音してそう。あ、これランピン使いたくなってきた。杉浦いいシャンテンとなると、吉田はあと1枚のリャンピンを自力で何とかしなくてはいけない。でもリャンピンからは引いちゃダメ。ダメ。これは9ピンになりますか。まあ面本リャンペイ項の形だけは一応残すと。勝俣はターツを変えていきます。 3枚切れましたからね。ピンチそう。バシャーン、連敗。3ピン、1、2、3、1枚。シーソーは1枚か。さあ、荒ぶっているぞ。なかなか連敗が入らない。ただしのシャンポンは1枚も出てこないね。はい、シャンポンに変えるか。勝又変えますね。ローソーとウーマン。ローソーが1枚ありそう。ウーマンは誰も持ってないですね。バゼロ。これは勝俣のシャンポン強くなった。勝俣の待ちが強くなった。うん、ようやくシャンポン1枚なくなりましたね。うほー、全然引かないね今日は。ピンも1枚ありますよ。チートイツでなんとか粘りたい藤島だが、3ピン打っちゃうかもしれないな。そんな簡単には打たないか。いや、打つかもしれないですね。ただ勘介がね、ピンチの本質に見えるかどうかだと思うんですよね。9ピンローピンって切ってきてるんですけど、ただ変速手は変速手だよね。うん、あ、ローソー行きました。ここは勝俣の上がり。あ、そうかそうか、ローソーも当たるのか。はい。1000点です。ローソーで当たれば2000点でしょってことですか。まあ1000点でしたけどね。はい。さあ、4回戦乱入勝俣の親番。最後の1枚がドラの初ですよ。これは嬉しすぎる。何個にはならない。ただしも打ちませんって第1打で宣言しましたね。はい、そうからですかね、僕流派打ちませんけどみたいなね。いやー、でもこれは勝俣が相当有利だな。ただ流派ジャン等で面前で行くとかチートイツにしないと、
ああ、チートイと差し子。ん？なんか何か今点数の確認をしているように見えましたが、そうね、考えてる感じではないですね。はい。なんか先ほどお釣りの間違いか何かがあったんじゃないか。いやでも積も上がりじゃないもんな。違いましたね。ちょっとわかんないですけど、なんか確認が入ってたような感じはしましたね。うん、なるほど。次、裏がチュンガとイツシャーガンコになりました。うん、なんかね。バリッと本一が見える手配ではないですからね。んいいシャンテンだ。さあ勝間たちといついいシャンテン。うえー天敗だよ。ソーズはいい街か。老僧短期、一旦老僧短期。これはまずいぞ吉田、まずいぞ。6543って切ってる。うー怖い怖い。さすがにすぐね、ソーズいいとはいえ変わりそうですけど。リャンソのが、いやでもリャンソも一切れか。リャンソ短期。これは杉浦もやばい。いや、ただし危ないね、いいシャンテンですからね。ぐぅーくぅー、当然ね、ローソーもいい街だと思って、あ、でも分かんないか、藤島がよく分かんないですもんね。しかも、勘助もメンツ使ってる可能性は全然あるんでね。はい、となれば、やっぱ杉浦が切ってるリャンソーの方が良さそうですね。あ、3万も悪くなそうに見えるけど、あ、切ってるんですね。すいません。三層は、いや怖い。怖い。このロシアンルーレットは怖い。藤島は止まるんです。自信は打ちませんが、杉浦はおそらくつもぎり、からぎり、うん、スピン。ただしの白切りはどうなんですかね。うん、国士否定されてるんですかね。うん、なるほど。なさそうです、まあ、杉浦から見ると今シャーが4枚見えました。あ、本当ですね。チュンポン、サブローソー、サブローソーもいい街でもめちゃめちゃ切れてる。5枚入れですね。ただ勘助に乱造現物ですからね。はい、危ない。本当に持ってきたやつ、わー天敗。初3切り1いった。これが順からピンチ、順からピンチ。杉浦から見るとシャー短期の国士あるんじゃないかと思っちゃいますよね。思いますね。あ、今4枚見えてるかな。あ、今4枚見えてる。あ、なるほど。じゃあチート1ですか。はい、カツオだ。リャンピンでもありがったなんて。リャンピンは無理でしょう。うん、怖い。よっしゃ、怖い。せめてサブローソーにしてほしい。リャンソーは高いぞ。バーソー、これはメンツでも、メンツでもいけるんだけど。ああ、そういうことか。789の3色があるかどうかだよね。シーマがね、今通ったところなんですよね。変えた。
ユーハはないもんね。はい。あ、チーマもない。ないんですよ。いやー、これ乱数あるんじゃないですか、この辺りに。怖いなー。数層切る？ただ老僧3枚切れ。老僧も3枚切れですよね。七八家の3色とかはまだ否定されてないのかな。ああ、吉田の手配か。なるほど。ああ、これシャンポンにしますか。チーソーが今押しになっている。藤島のチーソー。チーソーは打たない打たない言いそうだ。やばい、もうどうなるか全然わかんない。杉浦が上がるか。3ピン見るからにもうチーソー1枚しかないですからね。ヤンピンアフリテンではない。もうわかんない、もうわけわかんない。2ピン2枚いるじゃない、これ。あれ杉浦が上がるの、背底でいない。これは数ピンを打って藤島一人の応天。いやーでも勝俣が痛い。でもねしょうがないんでしょうね。勝俣を持ってしてもですから、多分そのくらい読めない曲だったんでしょうね、はい。さあ勝又上がりたい手配ではありましたが、なんとか天杯で連チャンには成功となりました。何局は一本、馬強卓が一本。まあしょうがないんじゃないですか、はい、言いそうだよね。俺だったら夢にまで出てきそうだけど。あんなに上がり逃すやつおるんって多分言ってきますよ。ドラは吐く、勝俣ドラの吐くが1枚。あら、あら、あら、こっちないぞ。吉田も吐くが1枚。なんで1枚なんだよ。ちゃんたとかね、いろいろありますね。そうそう、からかローマンからか切りそうなんですけど、吉田はちょっと考えてますね。そうね、ローマンのような気はしますけどもね。ローマンから。杉浦もちゃんた系です。数層切り。お、ちゃんと一本ってわけでもないんですね。虎の白でも一枚ね、はい、捕まされたらちゃんと一本にしそうでしょうけどね。あ、これ、まあ、とりあえずちょっと捨て牌をおとなしくしてからみたいなイメージでしたね。プロが面単品系なんだけど、うん、白重ねるあるよね。ありますね。これはどうするんですかね。国士も見たいよね、ここまでバラバラだとね。見ますね、おそらく。さあ9ピン残すか、残さない。藤島も伸びてきたが、ちょっと時間はかかりそうです。初が重なる、ここが分岐点か。国士無双は見切ります。イーソーは残すか、ここで老僧切り。カンパス入った。いやいやいや、そうなんですか。じゃん、3色に決めましたか。はい、2人
かりちゃんだけだとなんか単野をやってる人強そうだけどね、意外と伸びていってはいないですね、2人と、はい、来たー。これでもうあとは両面を埋めていくだけの作業です。そうね、そう聞くとめっちゃ簡単そうに聞こえるね。はい、両面を3つ入れればドラの拍大ブレーキ。うわー来たぞー、イシャンテン。これ両面残ったらどうするんですかね。両面3切れなんですよ。3切れじゃあやみてありますね。あれちゃんイシャンテンだ、これ拍出るかもしれない。あの数層の方を引いてくれるとだいぶやみて張りやすいんですよね。一応3色もあるしね、はい、リャンマン3切れが4枚目のリャンマンでね、上がり逃すっていうのもよくありますよね。ウーマンが2見えか、チュン、これは3万数万、うんはない、ないない、チュン2切れですか、2切れかドラ評価ですね。マスケドラッキンの嫌だけどね、はい、チャンスなんじゃないの。三ピン三二山か、二山、はい、イーソーキューソーがもうほとんどない、イーソーキューソーないですね。お、チャンスじゃなかった、チャンスじゃないです。だから両層か三層をまず引きたいんですけど、それも結構薄い。あー藤島がイシャンテン、そうなんですね、ウソなんですね。ウソ？あ、ウソ、チーソーなんですね。はい、藤島はそうです。さあ、チーしてシャンポンでしょうか。はい、ウソとウピのシャンポン待ちに構えます。吉田もチー、これまあドラは打たないですね。展開してどうかというところですか。フランスを引いた。いや、ただもうテンパってもはっきりづらそうですけどね。まあもうハク打たない、うん、9万はポンテン入りますよ。9万ポンテンはドミノですよ。これ嫌がってますね。ドミノにはなんないでしょ、カッチャンハクポンテンじゃないもんね。ポンテンじゃなかった、失礼しました。ドラ切りますよね、おそらく。いや、どっちもあるね。ああ、切らないんだ、なるほど、切らない方向。ってことは、テンパイ狙いってことですか。初はなかったんですか。ありますよね、一応ね。パーン、パシューン。これは今もないから、もうテンパないもんね。テンパないですね、白もないし、今もない。あとまたプロがテンパるかどうかですか。うん、ピンは藤島、線は1300。行き切ったってイメージですかね。吐くわけはないけど切ったって感じですか。上がって何2曲です、はい、だから完全にあの流派と打ちうとして折りを見せちゃいけないってことでしょうね。そうでしたね、まあ、そしたらね藤島の方がおそらく先点だとすれば降りてくれる可能性もいっぱいありますからね、はい。あ、ドラはシャーなんですけど、藤島に統一ですよ。あんこでした、あんこになっちゃいました。
これはすごいぞ。あ、そして吉田単品3色、杉浦は単野を、勝俣はイーシャンペンぐらい、ヤンシャンペンか。速度感ありますね、これ白ポンできれば、白ポンできれば天杯はいきそうだね。はい、勝俣プロは随分して、はい、目立たす方に行きましたね。数万を打ってローマンつもぎりでしたね。うん、いいまま打てたのに数万を打ったね。あ、4、3ピン入って、これは白白ですね。うん、あの捨て牌目立たす、捨て牌目立たせた時はね、はい、白から泣いたり白アンコになったりしてくれれば成功なんですけど、はい、白待ちのシャンパン残っちゃうとね、気持ち悪いんだよね。うん、あの、そうですね、はい。吉田がドラのシャーを紡ぎっていきました。藤島はジャントーがないシャンテン天杯スーピン短期です。これはタメンちゃんでリーチ来るかもしれないぞ。うっぱっそう6球層が欲しいですか。怖いです。入れれば勝俣も十分。うわ、両面リーチかな、サブローピンリーチかな。あ、これありました、仕掛けていった、サブローピン1、2、3、4、4、山ウーピン持ちいいか。さあ吉田危ないぞ、買わせるのかな、シャンポン部分がきつい。あ、でもリャンスはある。どこまで行くんでしょうね。多分どこまでも行きますよ、これ行ってるってことはだいぶ危険ですね。危険です、危険、マジ危険。うー、3ピンつも上がり、4000オール。強し、はい、これは藤島が、まあ今日の浮きはもうもうもうトータルプラスまでいくかどうかの、はい、ところじゃないですか。31からだから5万点ぐらいですよね。50、まあ、ちょうどプラスマイナス0ぐらいトータル。うーん、どうぞ、8点より上に行って、上に行ってそうです。藤島11位から5位まで順位を上げてきています現状。うーん、恐ろしい。やっぱり勘助ですか。勘助きつい。まあ、といっても20ちょいの沈みなんだけどね、全然許容範囲ではあるんですけど、前回も20、今回も20だもんね。そうですね。いや、これは完成、ちょっと今日この後浮くかもしれませんけど、はい、どうも3日後負けられない戦いが待ってそうな気がしますね。はい、まあ、それでいけば今日、あれもかっちゃんプラスで帰れる可能性あるのか。うん、そうですね、まあこのまま終わってもまだギリギリ大丈夫。うん、勝俣二目爪が完成。この箱は吉田が仕掛けていく。相変わらず手は厳しいです。今日は藤島がね、なんかちょっと想像がゴニャゴニャしていて、ドラにくっつければ打点も見えます。いいシャンテン、よくなる。
うん、カンチーソー弾きましたよ。勝又さん、テンパイじゃないですか。あ、勝又さん、失礼しました。カンウーマンのテンパイでした。大変失礼しました。そして藤島がいいペークを完成して、いいシャンテン。リャンゾーとか弾いたらドキドキしますね。リャンゾー弾いたらいいピン3ピン切るんでしょうね、おそらく。ああ、シャンポーに変えた。ピンクの変化もある。リャンピン引き。これはドラ短期で闇点ですか。まあ、リーチもありますけどね、あの、三蔵数層で、ね。はいはいはい。さあ、ドラ自体は2枚あります。こんな簡単な3キオールがあっていいのか。チーマひょっこりもありますよ。ローピンひょっこりもある。バーピンは変えるか。リーチ、カンパ、カンチーピンでリーチある。あるね。ある。3枚もある。3枚もあるんですけど、ですか。カンチーピンが3枚もあって、もう一巡待ちたかった。あ、でもそうしてる。カンパーピン吉田がチーだ。本当だ。うん、三万。これは取ってない。もう回った。勝又回った。カーピンチしたら3万補充じゃないですか、藤島。ほんとだ。ローマン、3万歳っていれば。あ、ただ、つもり3個になったから、そういう価値が出た。3万よりはリャンマンの方が効きやすいですよね。まあまあ、リャンマン効くのは確定ですよ。リーチ行くかどうかだけだったんでした。いや、これはもう、藤島がチーピンを積もるフラグしか立ってない。リーチ行っていればもうすごいよ、ね、待っていれば吉田の上がりだし、勝又まっすぐ行っていれば勝又の上がりだし、勝又リーチ行っていれば勝又の上がりだし、これはもうカンチーピンを積もるしかない。間違いないでしょう。もう次あたりですよ、大体。まだ三山だもんね。はい。カンパーマンひょっこりも嬉しいんだけど、あるな。急走は通ってない。ワンチャンスでもない。チーマン現物なあ。ここは3万を切って回る。あれおかしいな。まだ三山。まだ三山です。本当に三山ですか。三山です。最後のツモですね、多分。うわぁ、まだ3枚いない。藤島何をやってるんだ。ワンパイか。え、マジで全山。三山、三枚ワンパイ。ワンパイには勝てなかった。ただリーチって言ってないと上流れてますもんね。流れてますね。どうだ、ベストの選択は。本当ですね。一巡たりとも待ってはいけなかったんですよ、あれは。まあ、一巡待ってもウーピン来てリーチって言えばね。そうですね。それだったら大丈夫です。そんなわけあるかい。上がりやって一気にプラスかと思いましたけどね。そうですね。さあ、藤島連ちゃん2本だけオタクが1本、ドラはパソ。
ょっと難しいですね。トンが重なってしまいました。杉浦官房金引いて2面打つ、なんとかテンパイまでいけそうな感じですけどね。ただ、さばきて精一杯ですかね。杉浦ですか？うん、ん、あ、これでリーチ、なんドラ1見えてきますけど、まあ、ポンしちゃいますもんね、これ2枚目は。そうね。うん、ケンジローさん、お、イーシャンテンですね。ケンジロー、イーシャンテン。ケンジローさん、イーシャンテンですね。あー、ドラマで引いて、さらに手広く高く、手広く高く。へぇ、チーマンなんだね。何切るかちょっと難しかったですね。急走切る方が普通だと思いますけどね。チーマンのくっつき。チーマンのくっつきか。あー、確かに。あ、痛い。イースチーマンのリーチの方がね、はい、気持ちよかったですけど、ドラのパーツを引いてもね、ベンチ層の受けが嬉しくないんでね。そうですね。さあ、6球層の闇剣です。ピンクドラ1、杉浦は何なんと落としていってるんですね。うーん、え、イースを持てないってこと。うん、いや、かすけ、このイーソーも持てないと苦しいね。ドラのパーソー、いや、これどうするんですか。うん、コアナを切っていく。勝又は、いや、まさか9万とかですか。これはイースピのリーチもあるのかな。ない。これは出ないぞ、ローソーは。多分チーマン切り。これはチーピンパーピンあるか。ありました。吉田が、これただしは随分闇天警戒してましたね、藤島のね。はい、あのウーソー切り変だもんね。あ、まあそうですね。なんか現物だからウーソー切ったような、それしかないよね、はい、多分ね。ヤンソーパーマンのシャンポンです。うわー、パーマン積もった。小林田の上がりです。タンヤオツも500戦は700戦200、うん、藤島イースーチーマンだったらどうだったんだろうな。変わってはないか。つまがってないですね。なんですかね、今の藤島のテンパイ分かってたみたいに見えますね。うん、ウーソー一巡持つと多分ウッパーソーパーマンだと思うね。あ、ウーソーがあのリャンゾーの方切ってね。ああ、はい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 、そうですね、はい、そうなりそうです。むむむむむむ、トンが嬉しいような、嬉しくないような。ドラチュン、ドラチュンです。勝又チュンチュン、むむ、うん、一番速そうな人のところにお荷物が行きましたね。これは切るわけにはいかないですよ。統一をほぐしますか。おお、柔らかい。本一じゃないよね、正しいとこね。まさか、まさかですよ。見てそう。あ、先にちょっとどの順番で引けば本一になるのって感じで考えると思い浮かばないもんね。
まあ、老僧を引いてなんか両面払ってるうちにみたいなしかないですよね。それなら一手代わりのね、二冊の三冊とかの、ね、はい、早そうだもんね。うわぁ、チート1、天敗スーピン短期はこれ吉田以外全員切りますよ。吉田は差し子、吉田も切るな、これ吉田も切る、全員切る。山に2枚もう間違えたくない。さらにさらに切りそうな両ピンに1枚見る。両ピンは吉田以外は、あ、吉田からリーチ来るぞ、これ3色の勝又もう チートイツで失敗はできない、もう失敗はできないぞ。いや、これ両ピンでリーチ来られたら最悪だよね。最悪最悪です。今、杉浦か藤島が持ってくれば、リャンピンは切られるぞ。待って、これ、いい数万ってあるの？数万ないよ。え？ほんとだ。あ、これトントンいっちゃうか。トントンだ。そうね。数万順から？順からです。なんてこった。なんてこった。あ、数万、数万、先に処理した。あぶね、ギリギリのタイミング。ちゃんてんだけど、順まで切ってまで天敗取るかな。あの取りますよね、数層入ったら取りますよね。数層引いたらね、リャンパーマン入った時にね、どうなんでしょうか。あ、こういう時は数層から入るんですよね、どうせ。でもなんかね、みんなの大半あまりに変則なんで、はい、誰がチートイドラタンキ貼っててもおかしくない、おかしくないですね。いやー、勝又の選択した牌は深いのかな。本当に杉浦藤島は絶対とは言わないですけど、そのぎりますよ、高確率で。勝又も両ピンと心中だ、こうなったら。初志貫徹、両ピン短期、勝又健二、さっき失敗してますからね、はい、いろいろ取り替えて。もう俺は両ピンと真珠、両ピンよりいい街が多分ないんじゃないか、もうね。これでいいピンも4枚見えたね。なるほど、さらに両ピンが良さそうに見えるね。誰が持ってんのって思ってますけど、持ってないですよ。ションパイが嫌ですね、ちょっとね、うん、リャンピンはどこだ、リャンピンはどこなんだ一体。スーピンだったのかな、ウーピンだったのかないや、ウーピンだって一枚切れですからね、一緒なんですよ条件は。もういや、しかもいいピンがいっぱい切れてる分ね、条件一緒じゃないもんね、はい、一緒じゃないですよね、両ピンの方がいいですよね。何なんですか一体これで。深くなってテンパってない人両ピン溜まりそうだもんね、はい、なんかちょっと変な牌だなみたいな。それか吉田のとこに来るか、やっぱりやっぱりこうなるのか。これ誰か国士が嫌とか、あ、違う、チートイが嫌なんだね、よかね。よっしゃ、これウーピンツモは、ウーピンないわ。今4枚目切られた。あ、いつも切れないでしょ。うん、切らない。両ピンもう1枚ある、ね。もう1枚あるんですよ。もう1枚ある。で、よっしゃの関数マンはない。勝又両ピン。んー、ダメか、ワンパイか。これはワンパイなのか。セーフ、相手は跳ねもんですか。相手は3000、6000。いるか、いない、もうどう見てもいない。
た読み終わってるんだけどね。はい、悲しいじゃないか。深い上に唯一欲しかったただしの方ができましたもんね。はい、チートに苦手なのかな。宇崎さんから言ってくださいよ。誰に？勝松さんに。マジ切れされたらどうするの？責任は取りません。僕はとてもじゃないけど言えないです。さあ、よしゃれんちゃん、ドラはローマン、ん？ドラはローマン？ドラはなかったか。本日ですか、本日はね。はい、マンズが多い。ちょっと違うね。でも、二差しもあるから一応ペイ切る？ああ、見ない。数層から。これを数層切る人はもう基本的に多分あの面前じゃいかないよねっていう意識が強い人だよね。はい。ペイ1枚、おー、いいじゃないですか。ペイ1枚切れだったんでね、ペイから切ってもいいところをまっすぐ本一なので、はい、まあおそらく仕掛ける前提なんでしょうね。カンウマンとか、まあ中央2枚目ですね。9万本もありそう9万とかね、ただ9万本の時は何としてもドラは使いたくなるね。ですね。もう明らかにハイパー一番悪かったですけど、フジパンが伸びてきてるもんね。伸びてますね。ピンフドラ1、勝又もいいですよ。リューハポンって言えば大体テンパイまで行きそう。はい。さあ、藤島両面両面のいいシャンテンになりました。ただし違う、三面ちゃんとカンちゃん、はい、吉田もいいですね。ドラマチにしてリーチをしたい。藤島はテンパイしたらリーチをするのかしないのか、待ち次第か。リャンウソならしそうだな。パーマンならやみてんなのかな。さあ、勝又いいシャンテン。お、これはユーローピン切り結構広がりましたけど、はい、嬉しいハイメイと嬉しくないハイメイはあるね。もうローマン引きが一番手っ取り早い。手っ取り早いね。はい、チューンは2枚目。杉浦ポン。数層引きが一番嬉しいかな。数層引き、そうですね。マンズの三面ちゃんで。さすがに、うん。とりあえず一旦テンパイは食い取られましたね。お、いいそう。さて。あらー、ドラー。うわ、パーソーイーソーって流れましたか。あらー、さあ、藤島チームあるかな。辛い。いやー、もう俺もだ。おお、そうかい、君たちがそう来るんだろうな、こうかと、支部だよと。藤島のウッパーマンはかなりきついぞ。勝又は闇天にしてますね、これ役なし。あー、パーマン当たりだ。なにいいのか、そんなプレーが許されるのか、勝又。ああ、そっか、勘助余ってるもんね。杉浦のマンズか。親には現物でしたけどね。ほんとだ、9万ポン。さあ、リャンウーマン。全員マンズ。うわ、ただしの三面じゃもそんなにいっぱいはない、ね。何、一番弱い、一番薄いところが。勝ちましたよ。いいんですか、パーマンなんか積もって500点です。これがダメって言ったら何かが変わる？変わりません。やはりこれは好調者、好調者藤島健次郎。いい上がりじゃないですか。3色ドラ1。不思議な展開だよね。はい、
オラスです。ドラハク。藤島が一人行き。このままちょっとカンスケ30。ラスですよね。18は35。35。結構83。はい。戸田島がいた。吉田がこのまま終わらせようと。新満落ち。このままは終わらせないな、これは。満足一色ですよね、狙ってるのは。満が上がれば減点。ドラドラじゃないですか、ケンジロウさん。これはやばいですよ。あー、ドラ、ドラつもぎり、ドラつもぎりポン。ハイパイからドラドラでした？ちょっと見てなかったな。あらー、しかもちょっと本一には見えないですね。跳ね回りますよ、いいシャンテンだけど。あ、関連ピンテンパが取りますか。取りますね、さすがに。あ、両ピン、両ピン取らないもある、あると思うんですけどね。ただしの両ピンは相当危ない、ね、これも次両ピンですよ、多分。あー、取っただけ、よかった。でも両ピン、両ピン、なんか打たない、打たない。まあまあ今嘘を通って、そうか、取りましたからね、はい。でもこれ両ピンはちょっと打たれちゃいますよ。ウーピン通ってますから現状。あー、ダメだ、もうこれは両ピン待ったなし、両ピンだ。藤島の上がりは白ドラさん8000ということで、この4回戦特大のトップです。藤島一人行き。そして2着に勝又、そして3着杉浦、4着吉田という並びで終了いたしました。はい、ということで本日は A1 リーグの第8節 B 卓の対局をお届けしてまいりました。布施さん、今日ご覧になっていかがでしたでしょうか。今日はね、藤島がピンクに落ちた怒りを爆発してね、はい、気に来た形で、どうだろう、なんか一人やりたい放題のモードに入ってたんでね、あとの3人はどこまで耐えられるかっていう戦いには なりましたね。はい、ね、前回マイナス 63.3 と、今日はそれ以上勝ったんじゃないか、藤島。ちょっとね、1年で A2 リーグに戻るわけにはいかないという藤島の気合が、見れた一日だったんじゃないかなと思います。成績表の準備もう少々お待ちください。まあでもね、藤島も最初から良かったわけじゃないからね。1回戦3着でしたよね、藤島さん ね、なんかあのらしくないハネマン決めたりしてましたね。はい、あの、なんかそこからなんかよくきましたよね、なんか自力でよくした感じがしますよね。はい、成績表が出ました。今日はなんか、あ、今日はこの第8節のところを見てください。宅内突破、藤島プラス 71.3、続いて勝又プラス 3.6、杉浦がマイナス 29.6、吉田がマイナス 45.3 と、はい、以上の結果となりました。藤島が一気に5位まで、順位を上げてまいりました。はい、ということで藤崎さん、今日は解説どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また、次回はですね、第10節の A 卓となります。そちらでお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。それではさようなら。編集が必要なんでね、編集点を作ってます。はい、ちょっとなんか指示が来てますけど、インタビューの準備はもう少々かかりそうですか。はい、
はい、ではまずは吉田忠プロにお越しいただきました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今日はなんか2回戦ぐらいからかなり不調を意識してこう仕掛けに行ったりだとかっていうように見受けられましたけれども、ちょっと厳しい一日でしたね。そうですね、結構きつかったんでね。はい、まあちょっと出直してきますはい、ふざきさんいかがでしたか。そうですね、なんかあの今日の不調で打ち方変えるのがちょっと一歩早いかなって感じはしたんですけどね、ずいぶん早めに不調を意識してるなって感じではあったんですが、まあ今日は、まあ、ぶっちゃけやることなすことうまくいかなかったもんね。そうですね、はい、まあやむなしかな。はい、非常に、ね、苦しい一日となってしまいました。忠さんは、第8節マイナス 45.3、トータルプラス 26.7 で、順位を1つ、下げましたが、まだまだといったところでないんでしょうか。はい、第10節は、シータクとなります。対局メンバーが古川、近藤、一対というメンバーとなっております。節に向けて意気込み聞かせてください。はい、呼吸しないように頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。杉浦さんも止まっていくのかな。はい、続きまして杉浦寛介プロです。お疲れ様でした。はい、今日はね苦しい一日だったと思います。ご自身で振り返ってみていかがでしょうか。はい、そうですねちょっとスピード的にも打点的にもね、勝負できる場面がなくて、まあ早々に対応みたいな局が多かったですね。はい、はい、上がり自体がないわけじゃないんですけどね、なんか安いってはまあそうですね、まあ安い、まあ途中からも安いのもね、なかなか勝負できなくなる。最初はね、まあ安い手でもね、頑張ろうと思ってたんですけど、はい、はい、藤崎さん、結構、寛介さんのこと気にされてましたけれども、どうですか。まあちょっとね、3連投になる、ちょっとこの2連敗、多分本人痛いとは思うんですけどね、今日はなんともなくらいハイパイが悪かったもんね。いやなんかね、なんかこういいリーチとかも打てなかったですもんね。そうなんですよ、気持ちよくね、リーチいけなかったですね。まあなんかこれぐらいはまとまるかなと思ったら9死9敗で流れたり。あ、そうですね、だからまあ本一2回漫画クラスのやつ上がれたんですけど、はいはいはい、まあ、それがなかったらもう本当にひどいことになってたなぐらい。 ありましたね、勝松さんの9死9敗ですよね。はい、そうです。あ、なんか単用でドラが1枚あったみたいな失敗でしたよね。はい、はい、ということで杉浦さん、今日マイナス 29.6 と、はいはい、苦しい結果となりましたけれども、またすぐに対局があります。そうですね、はい、第10節の A 卓対局メンバーが前田、黒沢、勝間だというメンバーです。はい、節に向けて意気込み聞かせてください。はい、そうですね、ちょっとまあピンクゾーンにね、足よく見れてしまったんで、はい、ちょっとなかなかこれから どんなね試練が待ってるかね、はい、ちょっと楽しみでもあるんですけど、ちょっとやっぱ辛い戦いになりそうだなっていうね予感はしてますけど、はい、まあ、それもそれで糧にして頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ続きましては勝俣健二プロです。勝俣さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろまた聞きたいことはたくさんあるんですけれども、まずはご自身で振り返ってみていかがでしたか。そうですね、もう上がり放棄してしまったり、点数計算間違ってしまったりして、もう珍しいですね。はい、はい、対局壊してしまって、すみません。はい、確かにありましたけれども、まずですね、1回戦ドラが白の局面で、白ドラさんは上がった局なんですけれども、はい、イーシャンテンの時にかなり難しい何切る問題が来てしまったんですけれども、勝間さんはそんなチートイツを別に好んでやってるわけじゃないっていうのを聞いたことあるんですけど、はい、許可チートイツに決めましたね。まあ白ポン普通できなそうだなっていう感じだったんで、はいはい、まあ、チートイツでしょうがないかなと思ったら、まさか自分でアンコって、はい、そこからでもね、リカバリーというか、手配が戻っていって、また上がりになったのは非常にね、1回戦のトップを決定づけるような、はい、はい、7700ですか。そして2回戦はですね、なんといってもチーマン短期のチートイツ、そうです ね、はい、あれリーチ行って、しっかりね、2山でしたっけあれは、うん、はい、2枚山しっかり積もり上がって、
行ったんですけれども、はい、はい、めっちゃトラ来たんですけどね。結構来ましたよね。まあ、全部リーチ打っちゃえばよかったと思います。はい、はい、あの3回戦は、1個聞きたいのがあって、はい、ドラがシャーの時に、はい、イーピンポンとドラのシャーポンした時に、はいはいはい、チュンを切れば、はい、ね、チャンタのイーシャンテンも取れたんですけど、はい、9層を切りました。はい、あれはどういった考え。いや、チュン1枚切れだったんで、はい、薬牌もうあの全員脳天でいいかなと思ってました。はい、お、自身が上がるよりもチュンを切らせないとか。そうですね、そっちの方が価値が高いっていうふうに。なるほどなるほど、はい、ました。はい、というチュン切りでございました。あとはですね、まあ、最終戦のチートイツは山にはあったんで、はい、まあ、ウーピンとリャンピンぐらいは変えれたけど、あ、まあ、リャンソーはもうどうやってもリャンソーなんで、はい、しょうがないなと思います。まあ、でもリーチ打っちゃえばよかったです。あ、はい、確かにリーチを打っていればというね、リャンソーではありました。はい、藤崎さん、今日勝間さんはあのなんとかプラスでは終わってますよ。うん、はい、なんかどうですか。そうね、まあ、よく耐えた感じで、はい、ただね、ドラはいっぱい来たって言いましたけど、ドラ来てれる曲以外はほとんどチャンスにならない感じだったんでね、はい、だからまあチャンスの数自体が多かったわけではないので、まあまとめた感じですかね今日はね。なんか一人ちょっとね、はい、めちゃめちゃ調子いいのがいたんで ね、そこにはちょっと下手にかかっていけなかったでしょうから、はい、まあまあ OK じゃないですか。はい、勝間さん、今日はですね、プラスの 3.6 ポイント、トータルは、マイナス 6.7 と、なっております。次回が第10節の、A 卓、勝間さんも連戦となっております。はい、前田、黒沢、杉浦というメンバーです。では意気込み聞かせてください。そうですね、もう本当に今日はあの麻雀の内容以前の問題だったなというふうに思うんで、はい、あの3日後はまずしっかり対局者に迷惑をかけないように精一杯打ちたいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあね、今日はこの辺りで、はい、はい、お別れしたいと思います。はい、ということで本日はこの辺りでお別れしたいと思います。実況もそうだけど解説者もちょっとお願いしますよ。やらせてくださいよ。藤島さん、せっかくなんでマスク外していただいて、はい、はい、では最後は藤島健次郎プロです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやー、今日は A1 リーグで、藤島さんの中のレコードスコアとなりました。ご自身で振り返ってみていかがでしょうか。まあね、前節にね、結構63ですか、はい、マイナスしちゃって、ま、大きな負けがありました。まあ、結構なんていうのかな、思ったように結構いかないケースが多かったんで、うん、はい、なんか結構基本にちょっと帰って今日はやったつもりなんですけど、1回戦から結構泣かなかったですね。はい、まあそうですね、意識してました。そことかもそうですね、まあね、仕掛け倒れ連発で負けちゃったような説だったんで、はい、まあ今日はその戦略的な泣きは結構封印しつつ、うん、そうですね、まあ同世代も揃ってたってこともあって、はい、ある程度はその前回よりもそのやってることが比較的分かりやすいメンツかなと思ってたんで、うんうん、基本はオーソドックスにやろうっていう入りではありました。はい、はい、1回戦はね、藤島さん3着だったんですけど、僕ねちょっと1個ターニングポイントの曲が2回戦にありましたよね。はい、トン3曲なんちゃです。全然覚えてないんですよ。3006戦積もった曲あったじゃないですか。あ、はいはいはい、あれだって何のね、はい、1枚目をするは藤島さんらしくないなと思って。これ結構解説とかでも言ってるんですけど、ドラが1個あるときは結構泣かないです。はい、泣かないです。あ、そうなんですけど、泣かないです。なんかね、その、前段階から、はい、結構まあまあ確かにあの手配は普段から泣かないのかもしれないですけど、はい、それがね、スルスルスルとこう育っていって、しかも藤島さんならイースピンで1326を狙いに行くんじゃないかと思ったんですよ。うん、ね、まさか何が出るなんていうことは思ってないです。いや、そんなことない。もちろんだからね、はい、イースピにするのが結構それでも、うん、自分っぽいとは思ったんですけど、まあ何がねワンスルーできたことと、はい、まあ
結構な先手だったんで、うん、まあそうですね、ちょっとチャレンジしてみました。はい、はい、あのナイスチャレンジの3000-6000から一気にこうね手がブンブンに入りましたね。その後そうですね、ついてましたね。はい、いやそれは自身で引き寄せたと言っていいんじゃないでしょうか。珍しい、珍しいじゃない、なんか。いやいや、その気持ち悪いな。いや、後でついてましたねって言おうと思って。はい、藤崎さんいかがでしたか、藤島さん。そうですね、ついてましたね。それちょっと解説者もお願いしますよ。もうちょっと、めったにないんだから、ちょっと上げてくださいよ。あ、はい、まあでも本当にあのハネマンからですよね。なんか自力で持ってきたって感じでね。そうですね。で、うん、あの良くなってからの攻めはね、うん、まあ相変わらず上がり逃しだけはしないようにね、うん、くちゃくちゃに仕掛けてね、はい、一生懸命いっぱい上がってましたけどもね、うん、まあだからあの辺なんだろう、良くなってからの打ち方とね、良くするまでの打ち方で今日はまあ対照的だったんでね、うん、まあいいメリハリを見せてくれたんじゃないですかね。はい、はい、ありがとうございます。藤島さんは、1年であの 僕がいるかどうかわからない A2 リーグに帰ってくる来ちゃうんじゃないかなと、皆さん心配してたと思うんですけど、見てください、11位だったんですよ藤島さん。でしたね。どんどんあれ下から見ても全然いないね。5位まで上がってます。トータルもプラス 14.4 で、なんか高級より決定戦が近くなっちゃいましたよこれ。なっちゃいましたってやめてよ。あ、やめてよ。なっちゃいました。失礼しました。はい、決定戦がたまたまなっちゃったね。まあなっちゃったんです。近くなられました。はい、ということで順位がね一気に5位まで上がってトータルプラス 14.4、第10節は B 卓です。対局メンバーが広柴田、西川潤、藤崎聡と、はい、上位陣と当たりますね。そう、まあ、上位陣に、またまたまなってますけど、はい、では意気込み聞かせてください。そうですね、やっぱりあのピンクにいたこの1週間ちょっとは うん、あまり気分のいいものではなかったんで、はい、あの、まあ、まだねそのスコア云々より4節しっかり打ち切ろうっていう方が強いですかね、うん、引き続き一生懸命やっていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ということで本日は、A1 リーグの第8節 B 卓をお届けしてまいりました。藤崎さん解説どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回は、第10節の A 卓となります。対局メンバーが前田直也、黒沢咲、杉浦寛介、勝俣健二というメンバーです。皆様ぜひそちらもご覧ください。はい、ということで本日はこのあたりでお別れとなります。皆様ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。